気温も高くと夜の10時18分になりました。ちなみに今実際は2時8分なんでね、こんなインチキな時間を表示するんだって感じなんですけど、バスね、メルセデス・ベンツのバスなんで、おそらくドイツ人だとね、時計を当然合わせるだろうという前提で作ってると思います。ところがポルトガルでは誰も時計なんか合わせないという状態なんですね。だいたい海外の標準ってのはこんなもんなんで、まあ、アマゾンでね、物銀行数が違うというのをね、毎回クレームをつけるのがどれだけうざったがられてるかというのがね、わかると思いますんで、まあ、日本の常識、海外の常識ではないというのをね、ちょっと分かりやすい事例というか、ずっと目の前に座ってて気になったんで、ちょっとシェアさせてもらいました。ポルトガルでは誰も時計なんか合わせません。